ご搭乗は本当によろしくお願いいたします。昨年に自衛隊として、お手伝いご希望のお客様、アバターを連れのお客様、臨時のお客様をご案内いたします。通信搭乗券またはご搭乗の一般に出ているブルースの本店にご案内いたします。本日ブルース市続いて酸素マスクの使用方法を説明いたします。酸素マスクはプラスチックカバーの中に入った状態で自動的に出てきます。マスクをプラスチックカバーから取り外します。マスクを強く引くと酸素が出てきます。マスクを鼻と口に当て、バンドを頭にかけて長さを調節してください。安全姿勢等についての説明書が用意してありますので、早い機会にご覧ください。脱出の際は荷物を持たないでください。スライド下での援助をお願いいたします。また乗務員から必要な指示がありましたら、その指示に従ってください。日本航空は通路、化粧室を含め全席禁煙でございます。なお、電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。
が点灯いたします。化粧室の使用ございましたらお早めでお届けください。この手の木の化粧室は前方後方にございます。
ご飲食などお勧めになられましたら、マスクの着用にお取り入れますがご協力をお願いいたします。またお客様同士での大きな声での会話などをなるべくお控えいただけますよう、周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。
完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。座席の上の天井は低くなっておりますので座席をお立ちになる際にはお気をつけください。また携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようシートポケットなどをもう一度お確かめください。今年は暖冬とのことでございますが鹿児島空港ただいまの外気温7度でございます。寒いが続きますので皆様体調にお気をつけてお過ごしください。今日もボンバルダーアライアンスメンバー JA をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく駐機場に到着いたします。シートベルト着用の際の計量までシートベルトはそのままお締めください。お出口では段差がございます。飛行機をお降りになる際には足元に十分お気をつけください。あ、ベネちゃん、ベネちゃん、ベネ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 、ピクッとるぜで。もうよいしょ。ベネちゃん、よかったね。よしよし、行こう行こう。